およそ300メートル先。続いて料金所です。料金は1200円です。その先150メートルで左方向です。何のサンプリンだろうね。曲の最後に次の曲に流れるような感じになってますけど、このアルバムはほとんど、最初からこう組曲のように作られていて、曲間の沈黙の部分ってほとんどないんですね。そういうところも含めて非常にこう緻密に作られたサム・リーの Ground of Its Own。先ほどね、マリリン・ペルーのウォレン・ゼイヴォンの曲だったのです。デスペラードズ・アンダー・ディーヴス、先ほど紹介するの忘れたんですけど、白垣直也さんからもその曲のリクエストをいただいてました。ありがとうございます。さて、もう一つ新譜でレビュー扱いで紹介したいのがボズ・スキャークスのメンフィスというアルバムです。メンフィスの有名なプロデューサーウリ・ミチェルが持ってたロイヤル・スタジオというところで録音されたアルバムです。ウィリー・ミチェルは、2年ぐらい前だったかな、亡くなったんですけれど、このアルバムはスティーブ・ジョーダンがプロデュースしています。ドラマーとしてもちろん有名な人なんですけど、エリック・クラプトンのデリック・トラックスとドイル・ブラッモールがギターで入ってた時のバンドはスティーブ・ジョーダンがドラムして、ベースがウィリー・ウィックスなんですけど、このアルバムのリズムセクションもその2人です。スティーブ・ジョーダンとウィリー・ウィックス、それからギターでレイ・バーカー・ジュニアが入っていて、ボズ・スキャークス自身がリードボーカルと、エレクトリックギター、アクスティックギターで入ってて、まあ、個別の曲です。それ以外のメンバーがいろいろと加わるというスタイルになっています。去年、ドナルド・フェーゲンとマイケル・マクドナルドが3人中心になった、Dukes of September Rhythm Review で来日したんですけど、その時に一番素晴らしい年の取り方をしているのがボズ・スキャークスという印象が強かったんですね。今68歳。今年で69歳になるんですけど、とてもそうは思えない。本当に声にも艶があって、とってもね、ステージで見た感じもね、かっこいいんですね。そのボズ・スキャークス、最近かなり渋いレコードをずっと出してるんですけど、このアルバムもね、まさにそんな感じです。まずね、横浜にお住まいの広林英雲さんから、リクエストいただいた曲です。冒頭の曲ですね。Gone Baby Gone、聴いてください。